ということでやってきました一畑百貨店。この番組はですね、一畑百貨店ヘビーユーザーの私荒木まどかがおすすめのショップとか商品をね紹介していく、そんな番組です。今日のテーマは何ですか？今回はお子さんでも親御さんでも皆さんがこんなのあったのと思うようなアイテムを紹介したいと思います。それでは早速行ってみよう。今回私がご紹介したいのが、5月子どもの日は終わりましたけれども、こちらです。じゃーん、可愛くないですか？可愛い動物の食器で、この中でも特におすすめしたいのがこちら、強い子グラス。なんでそれなんですか？これがガラスなんですけど、割れにくいガラスなんですね。持ちやすいんですよ。これここがちょっとくぼんでて、わかります？だから落としたりしても落ちにくいし、落としにくいし、落ちても割れにくいグラスなので、まあ4歳5歳とか年少さんぐらいからちょっと使いやすくていいんじゃないかなと思って、私欲しいなと思ってるアイテムなんです。あ、持ってないですか？だからこれを機に買おうかなと思ってて、ずっと狙ってるんですよ。で今日買って帰ります。はい。さあということで、私がねもう勝手に話してたら、じゃん、お店の方も来てくださいました。須藤さんですか？須藤さん、はい、須藤です。須藤さん、はい、ありがとうございます。種類は私さっき持ってたこのお目目の方だったんですけど、ゾウさんと違いは何ですか？ゾウさんはこのグラスの中にもこのゾウの絵がついてるんです。ほうほう。これ飲み物入れると、はい、この中のグラスのゾウが隠れて、ほう、でこう飲んでいくとちょっとこうゾウさんが見えてくるような感じで、なんかそれでかくれんぼっていうちょっとグラス名前ついてるんですけど、いいですね。楽しい、はい、グラスになります。やっぱ楽しみながら食事はせんといけんですもんね。もうせっかくだったら須藤さん、なんかおすすめの商品なんか一つ教えてもらえません？はい、あとあの近沢レースの、はやった、レースすごい、はい、新しく、あ、春っぽい、春っぽい、本当ですね。これはこれミモザシリーズなんですか？あ、そうですね。ほー、うん、この時期にしか入ってこないんですか？この時期春だけしか入ってこない。へー、あ、繊細なこの触り心地ですね。うん、このポーチが大中小あるのがいいですね。そうですね、結構いろんな、これだと B5 のノートとかも入ったりする。へー、たっぷり入るので、でここ街も結構ある。本当だ、はい、今回は須藤さんおすすめの、はい、ものをお店の方が、ね、おすすめするものってやっぱりいいものが多いんで、皆さんぜひ一度手に取って見ていただきたいと思います。ありがとうございます。さあやってきました、私の大好きな地下です、一畑百貨店の。ここにしかないものがね、松江では結構あるんですよ。でおすすめ紹介していきます。今回ね、私が紹介したいのが、いろんな全国の名家が揃う花椒庵の中でも、もうそろそろ両菓子食べたくなりません？冷蔵の商品がこちらにはね並んでるんですけども、私このゆずレモンくず切りが季節の変わり目で食欲が落ちた時なんかに美味しくておすすめなんですよ。つるつるっと食べれちゃうから、くず切りってね。あとこのプリン、銀座プリン、カラメルソース付きで非常に濃厚な懐かしいお味のプリンです。でこの他にもですね、みつ豆、梅、水羊羹とかね、泉羹とかフルーツポンチとかも、本当に涼しげでちょっと食べ物を食べる元気がない時とかに食べやすいものっていうのが揃ってます。でしかも一畑百貨店でないとなかなか買えないような県外の商品も豊富に揃ってますんで。これ荒木さん食べた中でどれが一番良かったですか？はい、私はこの時ゆずレモンくず切り食べたことあります？ところてんみたいな感じのつるつるっていきますから、これおすすめです。大体何でも試してるんですよ、いつも自分へのご褒美っていう言い訳で。ぜひ皆さんも召し上がってみてください。